岩手県盛岡市。岩手県立盛岡商業高等学校、通称森商。彼と私は高校時代の同級生だった。高校を卒業後、彼は東北学院大学に進んだ。風の噂で彼が画家を目指していることを知った。3年間クラスの担任だった山田克美先生。山田先生は彼の所属するサッカー部の顧問でもあった。1年でバイトの DJ にハマってサッカー部クビになって、サッカー部スポーツ推薦で入ったのにバイトにハマってさ、サッカー部クビになったっつってからふざけんなってみんなで怒ったの。でクビになった。大学の方は自分でやめたらしい。彼が画家を目指していると聞いて、私は彼の家を訪ねた。おー、超びっくりした。彼と会うのは2年ぶりだった。高校卒業して大学、うん、だっけ？大学、そうだね。サッカーやってたから推薦でそのままずっと入って、で、途中2年の時に、まあその絵描き始めてきっかけで辞めて今に至るみたいな。DJ やってなかった？DJ はやってたよ。あの仙台、まあ高校の時からやってたから、で仙台行って、で向こう結構その自分の好きな感じのジャンルのシーン熱かったから、ですごい人いっぱいいたし、イベントとかもたまにやらせてもらってたよ。今は全然ないんだけど、機材売っちゃったりとか、引っ越しの時に結局邪魔になっちゃって。正確に引っ越してきたのって何年の時？こっちに？そう、こっちに越してきたのは去年のちょうど今頃、4月ぐらい。じゃあ2年で中退？そうそうそう。あっちで画家になろうとかは何だったの？いやー、絵描き続けることはできたけど、その専門的な知識とか分かんないこといっぱいあったから、このまま普通に大学いて、普通に就職して、そのままずっと趣味とかで絵描き続けるよりは、もっとちゃんとした教育受けたいなと思って、うちの親に相談して、まあ、割と理解ある親だったから、いいよって。で、辞めてみた。彼は今、武蔵野美術大学の通信に通っている。うちのおじさんも絵描いてたんだけど、こういう抽象的な絵描いてんだけど。おじさんも画家？おじさん画家？画家の画家なんだよ、フランスに住んでる。へえ。え、もうずっとフランスに住んでる？うん、ずっと。もう40とか30年ぐらい。大学出てすぐ行ったから。じゃあ絵始めたのとかもおじさんの影響？まあ、うん、そうだね、もうあるかもね。きっかけとしては、へえ、ちっちゃい時から見てるから、そういうのもあるかもしれない。うわ、たら挨拶して。あー、水飲む。ほら、挨拶は、はい、でも森翔近いから行こうって言ったら、いや、行かないです。行かないと気まずいとかあるやっぱ。あー、あるよ。あるあるある。やっぱ会いづらいとかはあるね、やっぱりね。ちょっとこう尖馬っていうか、なんか気負いしてるっていうか、そういう部分はあるね、申し訳なさみたいな。でもその分ちょっとが、じゃあ頑張って見返そうみたいな気持ちも半分あったりとかして、なんす。
げえなこれ。おかしいもんこの造形が。全体的に線が硬いって最もな。あの絵のことでね、これどういう意味なんですかってよく聞かれるんだけど、まあ意識としてなんかこう気持ちいい形とか気持ちいい線とかビジュアルの方に特にこっつって、基本的になんかこういうメッセージがありますとかっていうのあんまり隠れてなかったり、そういうのは見る人が考えてくれればいいなっていう。彼女は現在幼稚園からの幼なじみの浅野瑠璃子さん。彼女もまた看護学校卒業後、他の目標を見つけ大学に編入した。少し遠回りはしたが、自分の夢に向かい歩き続ける彼は、私にとっても大きな刺激となった。それよりさ、元のさ、その絵描いた画像を俺にメールでその画像だけ送ってよ。できる？多分できます。見たいですか？うん。なんか元に伝えたいことありますか？いや、真面目に、今度は絵は真面目にやってくれって